どうも皆さんこんにちは、マシコです。さあ今回もポケットモンスターウルトラさんやっていきましょう。で、あ、ちょなんだよハウ喋ってんだろあーマシコ待って何、どうしたんだハウ。どうしたのだじゃないよ。じいちゃんこそ歌いながらどっか行った。あ、じいちゃんだったの。あ、だから同じような髪型してたのねなんか光ったの。マシコ、お持ちのお持ちの輝く石を見せていただけるかな。はいどうぞ。なんと、じいちゃん、それってもしかして。そういえばマシコはカプコケコに、んこれはこっちはハウじゃねえわそういえばマシコはカプコケコに助けられたと。そうです、そうだよね。なるほど、石までもらうとはな。君はアロラに来るべくしてきたのかもな。マジか、石はちょいと、なんで、なんでえ、なんで、俺もらったなら俺でいいじゃん。ああ、返してくれるのね。じゃあいいよ、うん、仮パクなしだよ。君からもトレーナーとして輝きを感じましたぞ。ぜひ明日のお祭りに参加してくだされ。じゃあマシコ、家まで送るよ。リリエも一緒だぜ。君の大事なあの子がはぐれると大変だからね。はい、気をつけます。はぐれる気満々だけど、あいつほら、行ったそばからバッから出ないでください。ダッハ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 って感じだったね今。うん、そんな感じだったと思う。でこれで帰ってくると、ヘイママおかえりマシコ。島キングの原さん、どんなお方だったのって、あなたのポケモン。にゃぶ。めちゃめちゃ可愛い。まあ、飛び出してきちゃって、本当に愛くるしいんだから。そうだよ。そうだよ。そうだよ、過去便乗。あなたを助けてくれたの？すごい！運命の出会いね。あなたたち、すっごくお似合い。見ているだけで嬉しくなっちゃう。ねにゃーにゃぶ。あ、もう多分猫同士、多分なんか通じるものがあるんだろうね。うん、多分あると思う。翌日、いい夕日。今日も段ボールを、夕日朝日ではないんだ、夕方まで行ったんだ。あら、チャイム？マシコちょっと出て。リ。ん？いや出る前に入ってくるんじゃないよ。出る前に入ってくるんじゃねえよ。いやーマシコ、お祭りの時間だぜ。だがその前に、ポケモントレーナーになった君に教えることがあるんだ。まずは基本の基本。ほら、一番道路に行こうぜ。まあ大体予想つくよね。行ってらっしゃいな。だってポケモンと一緒なら絶対楽しいじゃない。あ、いいお母さんだな、お前。あ、いいお母さんだな。じゃあ一番通り行きますか。ん？マシコ、早く行こうぜ。ほら、ポケモンの技でなら高速移動だ。いや、人間はできねえですよ。それ人知超えなきゃ無理だよ。うん。一番通りこっちいいのか。こっちだぜ。野生のポケモンは草むらから飛び出す。君はポケモントレーナーだから、ニャビーというパートナーと一緒に戦える。それだけではなく、野生のポケモンを捕まえることだってできるんだぜ。今から捕まえ方を教えてやるよ。しっかり見てるんだな。まあ大体わかるね。まあ大体わかるよね。誰だ、アゴジムシ。アゴジムシあ、かわいい。さっきの犬か。今もうご視聴だよね、これ完全に。もう見てるだけだもんね。完璧な調整かよ。痛そう、今のハサム。モンスターボールを投げる前に僕も言われてるといいぜ。はい。で、ボール選んで、50個持ってんの？半分ぐらいちょうだい。半分ぐらい。
全力で投げたな今お前。もうはい、アゴジムシ、アゴジムシねだからなんだって話だね。野生のポケモンは人を襲うことがあるが、捕まえれば心強い味方になってくれるぜ。仲間のポケモンがきついたら家で休むのもありかもな。ほらモンスターボールと傷薬あげるよ。半分ずつぐらいちょうだい。持ってる半分ずつぐらいちょうだい。10個、あでも結構多いね。5かと思ってたわ。あ5個で、はいはい、どうもありがとうございます。リリータウンまでの冒険スタートだぜ。マーシコのことよろしくな、ニャビー。じゃあとりあえずリリータウンまで抜ければ、ブブブブブブ。まあじゃあとりあえずリリータウンまで駆け抜けましょうか。あなんかある、なんかあるけどこっち抜けれないわ。なんざらほい、モンスターボール、はい、どうも。ん？絶対トレーナーじゃん、もう待ってるもん、待ち構えてるもんな。ヘイネーさん、すごい、なんか演出がすごい。ポケモントレーナー同士目と目が合ったらポケモン勝負だよね。まあ目と目が合ったらっていうさ、その暴論でさなかなかじゃない、目と目が合ったら勝負だよ。すごいよね。だってもうあれ、肩ぶつかったらもうヤンキーと戦いが始まるみたいな、そんな感じだよ。まあそれはあれかワンチャンある、ワンチャンあるって言う、嫌だな。さあじゃあ行きますか。合法的にお金を搾取したところで、またいる。お、すごい、こんな感じになるんだ。へえ、目と目合ってるよね、お兄さん。ね、お兄さんよ、ゴーゴーキャタピー、虫ポケモンの強さ見せてろ。はい、はい、バイバイ。てかさ、トレーナーの規制ってさ10歳からじゃないの確か。アニメだとそうだよね、10歳からしかもらえないよねポケモンって。お前何年齢詐欺してんだ。さて、うん、パパッと行けばいいのかね。ここなんだ、一番道路、いろいろ一番な道。な、何が、特に何が何これ、右にくるくる。お、真似した。だ、全然見えねえ。遊んでほしい。じゃあそうだな、左にくるくる。あ、また左にくるくるしちゃった。バッ、バッ俺何してんだろうバイバイ。かわいい、こんな遊びできるんだ。遊んであげた、遊んであげた。じゃね、言わんこ。ああ、トレーナーだ、ヘイ兄ちゃん。また年齢偽ってるのかおい、相手にしてください。まず入りがおかしいと思うわ、うん、おいはね、ちょ、誰だこいつに教えたやつ。おー、親の顔が見てみてえわマジで。あー、なんかすごい子らった、来たわ。に、あの、二足歩行してる二足歩行の子らったが出てきたわ。火の粉でいいな、ファイヤー。すごいな、アローラってすごいな、アローラってすごいな。多分俺以外多分そんな驚かねえんだろうな。うん、サンムーンやってるから知ってるよみたいなことを言うと思うんだけど、サンムーンやってないからさ。強いなら言ってください。じゃあ進んでいきましょうかね。なんだあれ、お前ら、なんかさっき リーレちゃん襲ってたやつだよね。これが祭りというものか。なんと華やかな。いや、そうではない、のんきなものだ。すげえ電気持つんだけど。無理しちゃって、興味あるくせに。それに松井ってオーラも高いね。そうだな、輝き様のおかげでアローラが光にあふれている。もっとも今までは黒ずんだまま眠っているがな。輝き様が大昔のように光り輝けばいいんだけどね。さあ、あっちこっち調査しよう。
何？何を？お前もアローラの人間ではなく遠くから来たのだな。そうだけど、よく見ただけでわかるな。お前人見ただけで一瞬でわかったのか、すごいな。んじゃ帰ってきた。おお、頭見切れてますよナッシーさん。あのナッシーは有名だからさすがに知ってるけど。あ、出た。ハラさんだっけ。アルラ地方には4つの島があり、それぞれ島には守り神のポケモンがいる。あ、そうなんだ。守り神のポケモンが我らそばにいてくれると、それに感謝を表すのが今日の祭りなのですな。まあ祭りといっても田舎の小さなもので、みんなめいめいにはしゃいでいるだけですがな。まあまあまあ、そういうのもいいんじゃない、ありだと思うよ。楽しいぞ。よし、出た。ハウがいる。じゃあスルーします。スルーできません。おお、マシコ、俺もモクロも待ちきれないよ。もう、あれ、もしかして聞いてないの。何も聞かされてねえよ俺。間に合ったね。何があるのでしょうか。ピー、もう勝手に出てきちゃって。あ、出てないわ。ご機嫌なポケモン勝負、技と技のぶっつかり合い、全力祭りではカプにポケモン勝負を捧げるんだぜ。ではお二人が勝負なさるのですね。ポケモンさんが戦うのは気づいたりするので苦手ですが、私きちんと見ます。マシコよ、君のため戦ってくれたポケモン元気にしよう。ありがとうございます。ポケモン勝負の準備はできましたかな。あ、もういつでも準備できとらすよ。では始めとしよう。これカップに捧げるんでしょ。カップに。島に暮らす命、島巡りを楽しむ者、すべての無事を祈ります。ではこれより島の守り神カプコケコに捧げる。ちょっと待って、ナッシーが気になって仕方ないんだけど、画面出てますけど、ちょっとかがんだ方がいいよナッシー、うん、足だけでもあのしゃがめばなんとか多分顔ぐらい映るから。ポケモン勝負を始めます。片やハウ、島キングの孫、楽しもうね、モクロ。コナタマシコ、カプコケコに出会ったもの。行くぞティラミス。お？好奇心旺盛なカプコケラ、カプコケコらしいね。めちゃめちゃ言いにくいな、カプコケコって。ニャビー、マシコよろしくね。お互いが楽しく思えるなら、きっといい勝負になるよね。そうあるといいな。マシコもハウもポケモンの力を発揮させよう。さあハウさん、あなたのリベンジマッチを僕はボコボコのボコで返してあげよう。じゃ2体いる。ちゃんと捕まえてピーチューじゃん。なんか俺がサボったみたいな感じじゃんこれ。1匹しかいなくて、いやだから愛情はこっちにちゃんと支えであるんだ。キノコ、ファイヤー、うん、十分十分。電気ショック、どんだけ入る。まあ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 、落ちろピチュー。オッケー、40、いいね。モクロね、7レベか。甘えてんじゃないよ。お前、ポケモン数増やして勝てると思ってんのか、お前。甘えてんじゃないよ。なんか、ハウに俺当たり強くね。思ってしまったわ。じゃあな、モクロ。ファイヤー。オッケー。倒れる瞬間だけ、なんかすごいちょっと悲しい表情するのやめてほしいな。倒しにくいじゃん。すごい倒しにくいじゃん。いや、喜ばれても困るけどさ。オッケー、もう終わり？終わったんですよ。今年も見応えあったね。カプコケコも満足だろう。はあ、マシコすげえ。いい勝負だったからめっちゃ楽しかったよ。なんかね、若者言葉めっちゃで、ね、良き勝負でした。これならカプコケコも。カプコケコ。おお、カプコケコのさえずり。
そうであった。マシコこれ、あ、そうだ、仮パクされるとこだった。忘れとった、俺が忘れてたわ。ん？ Z パワーリング、これが Z 技打てるやつか。 Z パワーリングはポケモンの姫たちから Z パワーを引き出す不思議な腕輪。我々シマキングはカプコケコにいただいた輝く石を加工して Z パワーリングにするのですな。もっとも Z パワーを引き出すには島巡りをして Z クリスタルを集める必要。なんだこれ、ドラゴンボールでも始まったのか急に。ZZZ ってドラゴンボール始まったのかこれ。それにしても直に輝く石をもらうとは、君はカプコケコに気に入られたのか、それとも何か使命があるのですかな。では島巡りをして各地を訪れれば何かわかるとか。島巡り4つだ。アーロラ地方にある4つの島を巡り、最強トレーナー島巡りチャンピオンを目指すのが島巡りなんだぜ。そのまんまだけどね、冒険できるのは楽しみ。詳しいことは島キングである原さんから教えてもらおうぜ。うん、まあ、とりあえず島巡れってやつでしょ。ククイが言ったように島巡りとはアーロラ地方を各地巡り、さまざまな出会いを経て己の限界を超える旅。やっぱドラゴンボールじゃねえか。アーロラでは11歳になった若者はポケモンと共に冒険に旅立つのですな。あ、そうなんだ、11歳なんだ。では参加に必要な島巡りの証を渡しますぞ。わーい、じいちゃんありがとう。俺島巡りこなして島巡りチャンピオン目指す。これはなんか俺、なんか表現的におかしいのか、なまらせた方がいいのか。よくわかんねえわ。マシコもどうぞ、ぜひ島巡りに挑んでください。あ、どうもありがとうございます。なんかかっこいいな、俺もそのキーホルダー欲しいな。そうだね、アロラ知るなら島巡りをするのが一番だぜ。うん、じゃあぜひとも島を巡っていこうじゃねえか。カプコケコさんすごいですよね、いつか星雲ちゃんのことありがとうと言えたら。偉いな、リリアちゃん偉いな。自分も、うん、あなたも助けてもらい、さらには輝く石も託された不思議な人ですものね。不思議系実況者だが、うん、仕方ない。よし帰ろうか。星雲ちゃん、アロラ不思議でいっぱいですね。出た。なんていうか不思議な祭りだったな。全力祭りか。面白そうに見ていたよね。自分も戦いたくなっちゃったの。はしゃぐな。俺ら調査隊だぞ。俺たちの科学力でも輝き様の光はコントロールできない。それゆえ止めるしかないというのに、アローラの人間は高いオーラを扱えるのか。うん、 Z パワーリングだっけ、高いオーラを出してたよ。だから使えるんじゃない。なんかアローラすごそうだよね。ほら次調べに行こう。まあ、アローラじゃない人がアローラの力を使おうとしてるんだけどね。うん、ニャスただいま。にゃー、どうせならニャスも連れてってあげればよかったのに。あら、マシコおかえり。いいポケモン勝負だったわね。我が子ながらパートナーとの息の合った戦いに魅力を感じちゃった。あなた、アローラならではの島巡りに挑むといいかもね。うん、今から行こうと。じゃあママはお祭りではしゃぎすぎたので、もう寝まーす。なんか、いいお母さんだな。なんか面白いお母さんだな。翌日。いい天気。さーて、今日は何があるのかしら。ハムだろ？なんか来たね、また。あら、チャイム？ククイ先生ならしれっと入ってくるわね。もう分かってんじゃん。勝手に入ってくるの。あ、入ってこねえ。ん？あー、リリエさん。あの、ククイ博士に。おー、リリエ、期待の新人トレーナーを研究所に連れてきてよと頼まれたものですから、私案内いたしますね。ついてきてくれますか。
マシコ、ん？あ、ママか。はい、お小遣い大事に使ってね。あざっす。わあ、あらあら、マシコ、かわいいお友達。アローラっていいわね。アローラっていいわね。素敵な出会いばっかり。え、あ、はじめまして。私、リリエと申します。いよいよね。ニャビーと一緒にエンジョイするのよ。いってらっしゃい。オーニャンスもありがとう。行ってくるね。うん。多分すぐ帰ってくるかもしれないけど。優しそうなお母様ですわね。では改めて研究所に参りましょう。さあ研究所に行くんだが、研究所どこにあるんだ。こっちか、下でいいのか。あ、こっちだ。研究、博士の研究所は草むらの先にあります。何でもポケモンに囲まれて、技の研究調査もはかどるそうです。リリアちゃん先に行くの危なくね。トレーナーではない私は虫除けスプレーが欠かせません。あの、虫除けスプレーを使うとポケモンが出てこないんですよ。星雲ちゃん、コスモッグは遠い、あ、コスモッグっていうのね、そいつ。遠いところからやってきた珍しいポケモンなんです。知らないこといっぱいだわ。不思議な力を秘めていて、私、危ないところを助けてもらったこともあります。それゆえ必要としている人もいて、ですから博士や原さん、信頼できる人にだけコスモックのことを教えます。ああ、俺に教えてくれたってことは信頼してもらってるっていうことで捉えちゃって大丈夫なんですが、こう勘違いさせる系の女子だったらちょっとリリエちゃんあれだけど、うん、小悪魔的な存在だったらちょっとあれだけど、この子の存在、吊り橋での力のことは二人の秘密にということで改めてよろしくお願い。ああ、いいですよ、二人だけの秘密ですね。そうだ、マシコさん、いいこと教えますね。何でしょうか。段差越えられますよ、け。段差を飛び降りると草むらを通らずに研究所に行けるんです。見ててください。はい、かわいい。マシコさんもよろしければ飛び降りてみてください。では研究所に向かいますね。一緒に行こうよ。なんで先に行くの。待ってよ、もうめっちゃ構えてんじゃん、あいつ。先行こう。ここ、うん、この距離だったら一緒に行ってもよくね。なんだ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 、すげえボロいな。いいぞ、イワンコ、もっとだ、もっと思いっきり来るな、なんか。やだな、やだな、なんかやだな。ふぅ、またですね。ポケモン研究所、傾きがありますよね。3ヶ月前からここでお世話になってるのです。助手としては未熟ですが、何かお返ししたいのです。ポケモントレーナーでしたら、博士のお役に立てるのに。わおー何やってんの中で。ククイ博士、研究の中でも技の研究をなさるのです。また屋根が壊れます。洗っても綺麗にした衣装もボロボロになるし、私、 お裁縫とかうまくなくて結局白衣を買うのです。もういいじゃん、裸でやらせろあいつには。もう裸でやらせようぜ。あ、なんか右側のピンクイオン知らねえわ。いや、半分裸だったわ。半分裸だったわ。あ、サクラビスとかいる。サクラビスだっけ、あれ、あ、なんだっけ、わかんねえわ。よー、マシコ、リリエありがとう。リリエもありがとうか。いえいえ、助手ですから、何よりお世話になってますし。言わん、この技が切れててね、研究もはかどってよ。ところでマシコのポケモン図鑑ちょっと借りるぜ。さっきもらったばっかりじゃないですか。いや、居心地はどうだい。って悪くないよね。ん、何話の。それよりも待たせたね、ようやく荷物が届いたんだよ。なんだいリリエ、僕は独り言は言わないぜ。図鑑の中にはロトムというポケモンがいるんだ。ああ、ロトムね。まあ、ロトムって聞いとくか。ロトムさんはですね、電気のような体で機械に入り込むことができる能力を持つポケモンさんなんです。そう、
ロトムの不思議な力を最大限活かすため、開発された専用のボディにロトムが入ることで完成する新時代のポケモン図鑑。ポケモンと人と人の新しいコミュニケーションの形、ロトム図鑑は世間的にはまだ数少ないレアものだぜ。さらに届いたパーツで図鑑をパワーアップさせれば、その場でできるのか。てけロトムが出てくるの？あーすまないロトム、驚かせてしまったね。てけロトム、君の好きな図鑑をパワーアップしといたよ。マシコの手助けよろしく頼むぜ。てけあー動いた。これからよろしくロト。喋るのか。へえ。ほらマシコ、ロトムが話せるようになっただろ。まだナビには慣れてないようだから。どうやら君は好かれたようだね。博士、どうしてロトムさんを？ああマシコには、マシコはアローラに来たばっかりだからね。ロトム図鑑にナビを頼みたくて。ロトムよろしくね。ロトムに言っていく。くくいにはまあ、わかるで、伝わるでしょ。オーロトムを見れば目的地はわかるし、ロトムにタッチをすればタウンマップも見られる。ん？誰だ？あー、ハウ。アローラー？潮風に誘われ遊びに来てよ。なんか独特な表現をするな。わー。わーの後何？わーの後なんだよ。これロフト？秘密です。ポケモンや人が困っていたら助けるよな、マシコ、ハウ。というわけでロフトはリーディエに貸しているんだよ。じゃあマシコ、ロトム図鑑を頼んだぜ。ロトムもマシコよろしく。それがロトム図鑑なんだ、それがロトム図鑑なんだ。なんだか可愛いな。さてマシコ、ハウ、次行こうぜ次。でも返事しとこ、目的地は見ればわかるだろ。トレーナーズスクール。ポケモン勝負を通じてポケモントレーナーの基礎を学び、知識を身につけるんだよ。島巡りチャンピオンへの道も一歩からだぜ。ハバどうする？俺楽しくポケモンと遊ぶよ。島巡り。アローラの人々はこれで世界に触れていくのですね。それにしても、互いに選び合ったニャビーさんや、手助けをしてくださるロトムさん。星雲ちゃんもそうですし、あなたのそばですとポケモンさんは安心できるのかもしれません。めちゃめちゃ嬉しいんだけどそれ。もう普通に嬉しいんだけど。マシコがロトムになれるまで君が案内してあげてよ。あ、一緒にできるの旅、ありがとう。いろんなところタッチしてみてろと。あ、はいはいはい、どうも。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。じゃあ次回、トレーナーズスクール行ってこようかなと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。